はい、お疲れ様です。6月17日の、日原湖ガイド終了しました。4日ぶりかな、あの3日間ちょっとあの北海道に遊びに行ってたので、3日ぶりの日原湖でした。ですね、まあ3日ぶりっていうことで、ね、季節がね、この3日間、4日間でもっと進んでるんじゃないかなと思って、基本的にはあの今まであんまり連れてなかったような、まあ、今までまだ釣れてなかったバンクで虫とか、もしくは、まあ、今まで、ね、まだ釣れてなかった沖の、反復とか、あのね、やってる、まあ、やってることをね、今これ聞いちゃうと、なんか今までと変わんないように思えるんですけど、やっぱり同じ沖の反復でも、やっぱり、ね、それなりに季節進行してからじゃないと釣れないとこっていうのは多々あるし、まあ、バンクもそうですよね。バンクの虫にしても、やっぱりある程度季節が進まないとなかなか魚が入ってこないバンクっていうのがあるので、そういうところをやってったら、もうかなりの高確率で、そういうところに魚が入ってて釣れました。はい。なので、まあ、この僕がいない3日間の間で、まあ、結構魚、ようやく季節がちょっと進んできたのかなという感じです。で、まあ、そういうところで釣れる魚が、まあ、アフターだったり、ハンプリもいたりっていう感じですね。うん。まあそんな感じで、まあ、ね、まあ季節進行系の魚のやってったので、まあマックスで40半ばくらいまでは釣れてくれた感じです。はい。まああの、まあタックルはいつもの感じですね。まあまああとあれか、ディープフラットもやりましたね、ディープフラット。うん、まあディープってもまあ大体、まあ6メーターくらいなんですけど、まあウィードのアウトサイドですね。ウィードのアウトサイドで、ディープフラットは、まあスワンプミニですね。スワンプミニのダウンショット。で、このね、WSS 極級 UL プラスというのはネコリングでよく使う竿なんですけど、まあね、ネコリング、まあワッキー掛けのタックル、まあワッキー掛けのルアーだと、やっぱりどうしても、抵抗があるから、ティップが柔らかすぎると負けちゃうので、あんまりファストテーパーすぎない UL プラスアクションのチューブラーっていうのがやっぱり、使いやすいんですけど、まあ、それは結局ね、このワッキー掛けダウンショットも一緒ですよね。うん。まあ、スワンプミニくらいに 1.8g 進化。この辺だとすごい気持ちよく使えます。はい。で、あと、まあ、もう本当に朝1、2投目くらいからポンポンと連発して釣れてくれて、その後は、まあ、コーヒー重ですね。コーヒー重の、まあ、でかい方、相変わらず、でかい方はパルステイですね。フッキング、オフセットマスターのヘビーワイド30。ST66MH に14ポンド。で、まあ、ライトな方が、WSC67L プラスにカバースキャン、アブソルト10ポンドって感じですね。まあ、カップルのお客さんで、ね、女性の、まあ、彼女さんの方が、ベイトで釣ったことないっていうことだったんですけど、まあね、このベイトフィネス系の、ベイトフィネスのタックに、カバースキャンってすごい投げやすいって使いやすいので、まあ、それでやっていただいたら、もう結構すぐに、もう本当になんか、それ初めてなんですかっていうくらいのね、うまいフッキングも決めてもらって、まあそれでちょうど彼氏さんとダブルヒット決まって、まあいい、ベイトタックルデビューだったかなっていう感じです。で、まあその後は結構虫ですね。意外と風浦が多かったので風が吹いてきたんですけど、虫をやりました。で、虫も本当に、で今まで釣れなかった、まあね、アフタースポーニング終わってからしばらく経たないと、魚がなかなか入ってこないようなバンクで、もう結構よく出ましたね。うん。で、今日はとにかく沖でした。沖。うん。ショアライン回遊してる魚とかあんまりいなくて、ショアラインからちょっと離れた水深3、4、5メーターくらいのところの上に浮かせておくと、どこからともなく浮いてきてパクってくっていう感じでしたね。うん。で、まあ今日まあ、ルアーに関してもやっぱりそのちょっと深いところから呼ぶので、やっぱりちょっと少しボリュームがあったり、まあちょっとカラー的に目立ったりした方が良かったので、まあその、ね、コニンムシとか、この辺がよく釣れましたね。もうちょっとちっちゃいのは釣れなかったです。まあかといって浮力がちょっと高いやつだとちょっと腹筋が、ちょっと率が悪かったって感じですね。うん。なんでまあこの辺のまあカラーがね、ホワイトだったり、あとチャートとか、その辺がやっぱり一番、まあ魚を浮かせられて、魚を浮かせられてフッキング率も良かったのかなっていう感じです。はい。まあ、そんな感じでね、まあ同じ釣り方そのものは別に今までと変わってないですけど、まあね、場所的な問題で
まあ季節の進行を感じた6月17日っていう感じでしたね。うん、まあやっぱりね、6月に入ってからというか、もう5月の下旬からずっと寒かったので、まあ例年よりやっぱり遅いですよね、そういうところに入ってくるのは。うん、まあまあそんな感じで。まあね、やっぱりその、でも季節の進行してる一番最初の魚を狙ってるんで、全然数は全然釣れないんですけど、まああの、なんだろうな、まあ一匹の満足度というか、そういうのは全然大きくて、まあまあ、まあ悪くないゲームだったのかなっていう感じはします。はい。ということで、5月17日の日村公開図でした。